反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっと。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前100万の人間が激突。つまんねえ。何を？こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか。こいつは考えもなし。お前はこの戦いで誰も死ななきゃ七部会が相手で、もう100万人も暴れ出してる戦いなのに甘いんじゃねえのか。やめてよそんな言い方するの。今それをなぜ誰かが死ななきゃいけないの。じゃあなんでお前は命。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけ。何よ。お前なんかの命一個。じゃあ一体何をかけたらいいの。俺たちの命くらい一緒に本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。富、名声、力、この世の全てを手に入れた海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。夢を追う者、力を求める者、そして平和を願う者、それぞれの思惑が渦巻く世界で人は挑み戦い続ける。いくつもの冒険と可能性で満ちたこの海の果てに一体何が待ち受けているのか。世はまさに大海賊時代。各々が目指すその先でまた一つ新たな冒険が始まろうとしていた。
ほう、俺とやる気か、アホコック。おー、マリモくん、いい姿だ。私の獲物はどこかしら。止めてみる。次世代の申し子、その器を見極めよう。さあどうする。私は知れるというものだ。全然役に立てなかった。みんな、ごめんね。おい、ごめん。お前、ずいぶん本気だったか。麦わら、少しは運を上げたようだな。よし、俺も本気でやるか。さっさと打ち取ってこい。勝負だ。では、はい。
引く。サンジが惚れ込むのも分かる気がする。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。いいな、ここニット。いけない、なんとかしなければ。